まゆみさん、元気ですか？あれから糖尿病の方いかがでしょうか？体調の方は整ってるでしょうか？だいぶ体重は減ったみたいですけどもね、朝ジョギングしたりとか体操されているところを見るとなんか順調なのかなと思います。まあ、私もね、自分の体重とかね、カロリーとかってかなり気にする年齢になってきまして、もちろん成人病とかね、いろんな脳梗塞とか怖いですよね。介護の仕事を10年以上やってると、そういうものを目の当たりにして、ね、目の前の人には申し訳ないんだけども、こうなりたくないなって思う日々でした。すごくね、健康には意識するようになりました。ただ悲しいかな、健康維持しようと思ったら時間とお金が結構必要になってくるんですよ。でやっぱりね、空腹を満たすためだけに、立ったまま食べるとかね、それからもう食品の質なんて関係ないぐらいお金がないとかいうことになっちゃうと、とても健康を考えることはできなくって、特に健康って将来のことですよね。でも今日生き抜こうと思って今日生きるために食べてると、そんなね、10年後20年後の健康のことなんてね、全然考えられなかったです。で今はね、10年後とか20年後の自分の人生をどのように豊かに作っていこうかなと思うときに、今日から10年間食べるもの、今日から10年間行う運動が10年後のね、自分、57歳の自分を作るんだなと思ったら、これも投資なんだなっていう風なね、意識ですよね。さあ、それでね、後半の方なんですけども、ハロウィンの例のね、悲惨な事件がありましたけども、あれにつきましてはね、日本に入ってくる報道とかね、情報ってのは少ないんですけども、今日本でもハロウィンがかなりね、流行ってきました。私がサラリーマンをやった時っていうのは、ハロウィンフェアっていうのを一生懸命ね、ビジネス業界が盛り上げていって、そこで売り上げを作ろうと思って行ったわけなんですけども、鳴かず飛ばず で今みたいにハロウィンのアイテムもなかったですからね、もうこの紙とかをね、 色紙をこう切ったりとかしてハサミで作ったりしたもんです。でハロウィンって言っても全然意味が分からなくって、伝えること説明することがね、難しかったような覚えがあります。でやっぱり仮装してもちょっと恥ずかしげなものもありましたんでね、今はどちらかというとちょっと騒ぎすぎて困っちゃう人が出てくるぐらい、ハロウィンっていうのが浸透したようでございます。一大ビジネスになりました。でもやっぱりね、ビジネスっていうものを超えても、人の熱狂とかムードとかお酒が入ったり、例にはね、薬物をやったりとかする方もいますし、暴力を起こす方とかね、騒ぎに乗じていろんな問題を起こす人がいると思います。で今回もね、渋谷とかではかなり1億円ぐらいを投じて防犯対策したそうですよね。だからね、これはね、ハロウィンに参加する人が1億円を負担するんだったらいいんですけども、あっちこっちの全然関係ないところから渋谷にやってきて、渋谷の費用でその後始末をするっていうことになると、いや本当にこれね、やる意味があるのかっていう声が出るのも分かるかなと思いますし、私ね、ちょっとハロウィンになったら必ず上がってくる動画っていうのが結構好きでよく見るんですけども、それをね、私のチャンネルでもちょっと上げたんですけども、なんかそのなんですかね、言葉で言うとね、なんですかね、量産型、そう量産型なんだっていう評価があるんですよね。で、まあ、クソみたいに騒いでクソみたいな人生を送るんでしょみたいな言い放ってる若い人がいるんですけども、いやいや、自分もそういう風になってるかなとかね、私はどっちかっていうと少数派を目指してる方なんで、少数派っていうか少数決ですか、誰にも分かってもらえないかもしれないけども、自分がものすごくね、深く浸水するものがなんかないかなみたいなねことを探したりする方なんでね、ハロウィンに参加するっていう意識はあんまりないんですけども、ただやっぱり仮装するとね、コスプレをすると面白いんですよね。宇宙船ガイマドの格好してみたりとか、ルパン三世の格好してみたりとかね、トラさんの格好してみたりとか、ナイトライダー乗ってみたりとか、やっぱり自分が何かになりきれるっていうのはすごくいい自己表現の時間だと思うんですよ。ただそれがね、恐怖を与えたり、損害を与えたり、不快をもたらすものであってはいけないかなと思うんですよね。特に今回、話題に出したハロウィンのね、射殺される事件っていうのは取り返しがつかないですし、それは撃った方も悲惨ですよ、撃たれた方も悲惨ですしね、誰も良くならないと。本当にね、ハロウィンっていうのは怖いお祭りだっていう風なところから始まったと思いますけども、こんなね、結末を迎えると思うと、ハロウィンなんてなかったら一人の命が救えたんじゃないかなみたいなね、こんなことも、皮肉ながら起きてくるわけですよ。だからね、なんかある意味お祭りっていうのは基本的には奨励するべきものなんですけども、お祭りとかね、このハロウィンもそうですけど、イベントを扱いきれない人っていうのが、どうしたもんかなっていうところですよね。やっぱ一人一人の意識の問題や知性の問題とか、なんかね、マインドセットの問題なのかなと思っちゃいますけどもね、くれぐれもね、くれぐれもと言いますか、回数外出か
ちょっとすいません、全地区悪くって、あのハロウィンのね、なんか射殺された方のことを思うと胸が痛むというかね、ハロウィンと死が結びついているところに、ものすごく恐ろしいものを感じますね。これからもね、なんかそのいろいろバカ騒ぎしたり悪乗りしたりする時っていうのは人にはあると思いますけども、それが取り返しのつかないようなことにならないように願うばかりでございます。動画ありがとうございました。